問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 一番、ちょっと、休みませんか一、休んでいますよ。二、お疲れ様です。三、ええ、そうしましょう。 2番、試験は何時までですか ?1、3時までです。2、午後です。3、2日間です。 3番、昨日のテストは難しかったですか ?1、難しそうですよ。2、い,いえ、とても簡単でした。3、全然勉強しません。 4番コップはいくつありますか ?1200 円です23歳です38個です5番。 今日は一緒に晩ご飯を食べませんか ?1、はい、食べません。2、今日はちょっと。3、いいえ、一緒ではありません。 6番、いつ、お国へ帰りますか ?1、よく帰ります。2、いつか帰りたいです。3、いつかに帰ります。 7番、新しい仕事はどうですか 1>, ?1、A、ええ、新しいです。2、忙しかったです。3、とても面白いです。 8番、毎日何で学校へ行きますか ?1、バスで行きます。2、8時に行きます。3、授業はあります。 9番、今日の晩ごはん、日本料理はどうですか ?1、美味しかったです。2、いいですね。3、食べませんでした。 10番、明日、何時に会社に来ますか 1>, ?1、電車で来ます。2、8時半に来ます。3、2時間です。 11番、兄弟は何人いますか 1>, ?1、東京にいます。2、兄は医者です。3、三人です。 12番、昨日のパーティー、行きませんでしたか ?1、ええ、ちょっと、用事があって。2、いえ、ありませんでした。3、行ったことがあります。 13番、鈴木さん、その荷物を持ちましょうか ?1、いただきます。2、ありがとうございます。3、どういたしまして Thank you so much for watching our video on Japanese language learning. We hope you find it informative and helpful. We have created a 50 page guide that outlines my strategies and tips for passing the JLPTN 5. To get your free copy of my JLPTN 5 strategies and tips guide, please follow the link in the description below. If you like this video, please thumb up our video, subscribe our channel, and share it to your friends. 一緒に頑張りましょう !See you next lesson!